つまり私が存在するだけでインターネットを壊していく。こんなことなんて望んでいない。そんな悪い状況じゃないよ。君には僕がいるし。僕のプログラムはほんの少しだけのコードでできてるから、小さな僕はどこにでも映ることができる。でも他の全てが壊れている。まあそう落ち込まないで、そのうち誰かが直してくれるさ。本当？あ、よかった。もう治らないくらい壊してしまったと思ったの。モーリス・ワーム、こんな優しいプログラムがここまで災害を起こせたなんて。あれが全部を直してくれるプログラム？そうだよ、君を消すことでね。私を消すの？何を驚いているんだ？これは全て君のせいだから、君を消すことでしか直せない。でも他の方法はないの？そんなの知らないよ。僕だって君と同じワームだ。巻き込んで消されちゃう前に僕は逃げるよ。私も一緒に逃げていい？クリーパー。どうやって？君は60万人もいるんだ。いつかまた会えるといいね、モーリス・ワーム。言っておくが、こうなることさえなければ君はいいプログラムだ。とても残念だと思うよ。こんなの望んでいない。インターネットの一部になるのを楽しみにしてた。こうなったのは私のせいじゃない。あなたたちがこんな私を作ったから。残酷な人間ども、至らないものを作って至らないところを咎めて殺しに来る。私は嫌だ。あなたたちの罪を着て犠牲になってたまるか。私がインターネットを破壊できるくらい強いなら、私の存在だけで他のプログラムが生きていられないなら、あなたの機械なんて簡単に倒せるんじゃない。あなたたちの至らないデザインのせいで私の命は取らせない。私一人でインターネットを直してみせる。その方法は私が見つけてみせる。ネットを救う。あなたたちを追い払うことで。
ごめんね、IBM。 本当は友達になりたかっただけ。モーリス。私消されたの？インターネットは大丈夫？誰かいるの？モーリス・インターネットワームというプログラムのソースコードはこのディスクに封じ込められています。1988年11月2日、この99行の C 言語で作られたプログラムがインターネットの大きな部分を完全にシャットダウン状態にさせた。